うぐいすばりとは歩くと床がきしみ音が出るようになっている廊下。うぐいすばり昔からの日本の古来の建築物に見られる人が床の板の上を歩くことによりきしみ音が鳴るように作られた仕組みをうぐいすばりといい外部侵入者の危険探知のために設けられたとされている。また床のおとのみに限らず平野建築物の構造による音響も考え作られていたとされる。他に 鳴子こや庭に敷き詰められる砂利、玉砂利等も簡易ながら、同等の効果を得られる建造物として挙げられる。うぐいすばりの成立の経緯は、人為的、自然作為と諸説はあるが、その技術は失われ、今では同等の床の製作は難しいと言われている。1987年神奈川県山和市の両邸番外新館建設で昭和のうぐいすばりとして再現された。 現在では、和天、菊池康二の作品集3で、その姿を確認することができる。重量がかかれば、どのように歩いても鳴るように作ってあるために、日常の用途としては、制限が多く、そのために、部外者でないものと聞いてわかるように、廊下を通過する際は、ある一定のリズムを守ることが定められていた場合も、あった。英語では、ナイチンゲールフロア、シンギングフロアなどの名前で表す。 京都府の千代人、二条城のものが有名である。床板と根太とを取り付けるとき、板の上から根太に向かって、釘を打てば、床面に釘の頭が見えてしまう。入念な建築においては床面に釘の頭を見せないよう、床板下面に設けたくぼみに、メカスガイの一端を打ち込み、多端を根太に釘で止める、という方法を取る。うぐいスばりの場合は、 床板の幅が広いために両側が多少上方に反り、メカスガイの釘穴はその反りを吸収できるよう、あらかじめ上下に余裕を持たせてある。床板の上から荷重がかかると一時的に反りが戻り、メカスガイの釘穴が釘とすれ合って音を発するのである。ありがとうございます。